はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。今回この動画は電車が走らなくなった路線に行ってきたということでやっていきたいと思います。磐越西線の一部区間は路線自体は残っているんですけど、2022年3月のダイヤ改正で電車が走らなくなってしまった区間があります。一体どういうことなのか詳しく見ていきたいと思います。それでは郡山駅から磐越西線に乗車していきましょう。まずは会津若松行き普通列車に乗車します。郡山駅で E721 系が並んでいますが、左側の磐越西線を走ってきた車両は雪が結構ついているのがお分かりいただけるかと思います。反対に右側の東北本線を走っていた車両は、全然雪がついていないので、東北本線と磐越西線で全然雪の量が違うというのがお分かりいただけるかと思います。列車は郡山駅を発車します。乗車している郡山口の磐越西線は定期列車はすべて電車での運行になっていて、2時間に1本快速会津という列車が運転されています。郡山を出ると東北本線を走る貨物列車としばらく並走しますが、磐越西線の列車は大きく進行方向を左側に反らし、福島県の内陸部を走行していく形になります。郡山の時点では雪はほとんどありませんでしたが、猪苗代付近になってくるともう辺りは一面の銀世界ということです。磐越西線は単線になっているため、ここ猪苗代駅で上下列車の交換が行われます。郡山行きの列車がやってきましたが、こちらの列車も前面に多くの雪をつけての入線ということになりました。これだけたくさん雪がついていると見ているだけでテンションが上がりますね。ここで改めて磐越西線とはどのような路線なのか解説します。磐越西線は郡山駅と新津駅を結ぶ路線なのですが、一口に磐越西線といっても会津若松駅を境に印象が大きく異なっています。郡山から会津若松間は仙台支社の E721 系が主に運行されていて、会津若松から新津間は新潟支社の GVE400 系が運行されています。両支社の境は喜多方から大和間というところにあるんですけど、ターミナル駅である会津若松駅が実際の境界駅といったような形になっています。列車は終着の会津若松駅に到着します。会津若松駅は磐越西線の他に JR 只見線、只見線の七日町駅から分岐している会津鉄道の列車も乗り入れてきます。磐越西線の列車も含めると会津若松駅からは全部で4つの方向に路線が伸びているということになります。磐越西線は会津若松駅で折り返して同一方向に出発するというのいうような形になっているため、初見だとなかなか分かりにくい配線になっています。会津若松駅からは新津寄りの磐越西線に乗車して喜多方駅を目指します。今から乗車する会津若松から喜多方間が電化はされているのに、2022年3月から全ての運行車両が機動車になるという区間なのです。磐越西線で運行されている電車はほとんどが郡山から会津若松間で運転されています。ですが実は架線柱と架線が張られている区間、すなわち電化されている区間というのは会津若松よりも先の喜多方までということになっているのです。会津若松から喜多方間も一応電化されているということで、朝夕に数本だけ郡山から喜多方までを走る電車が運行されています。それ以外の時間帯は今乗車している GVE400 系、すなわち機動車での運行がほとんどということになっています。現状を一言でまとめるなら、系統分離ができていそうでできていないというような状態になっていたのです。それを今年のダイヤ改正で完全に会津若松駅で系統を分断しようという流れになったため、喜多方までは電車が乗り入れなくなるということになります。それにしても非電化区間が電化区間になるという事例は、北海道の札沼線ですとか函館本線などでいくつか見られましたが、電化区間なのに電車が全く走らなくなるという区間は全国的にもかなり珍しいことなんじゃないでしょうか。他にも事例を知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄でお寄せいただければと思います。
列車は喜多方駅に到着します。ここ喜多方までが磐越西線の電化区間であると同時に、この先すぐのところで管轄が仙台支社から新潟支社に変わっています。訪れたのは2022年2月だったので、まだ電車での定期運用が設定されていたため、もちろん電化設備はそのままの状態になっています。喜多方駅は2面3線の構造になっていて、すべての番線が電化されているという状態です。こんなに立派に架線が張り巡らされているのに、これらを使うことはもうないのかと思うと、ちょっともったいない感じもしますよね。会津若松から喜多方間を走る電車は、先ほど乗車した E721 系以外にも、JR 東日本のクルーズトレイン、トランスイート四季島も走ることがありました。ところがこの区間を走る四季島は、どうやら会津若松までディーゼルで走行して、そこから先が電車になるというパターンだったため、喜多方から会津若松間は実質機動車での運行だったそうです。ちなみに四季島は運行経路が見直されて、2021年11月を最後に磐越西線には乗り入れなくなったそうです。喜多方駅の時刻表を見てみましょう。駅の時刻表だとちょっと分かりにくいのですが、ダイヤ改正前では6時10分発と17時45分発の列車が電車での運行となっていました。続いて喜多方駅から出て電化区間の終点を見に行きたいと思います。架線自体は喜多方駅のちょっと先まで伸びていて、歩いてすぐのところにある踏切から電化区間の終わりを確認することができます。今ちょうど陸橋があると思うんですけど、この陸橋のすぐ手前側にこの架線の終点があるということですね。ちなみにこの区間、ダイヤ改正以降は電車が走らなくなるということにはなっていますが、果たして電化設備は撤去するということになるんですかね。会津若松から喜多方間は 16.6 キロあるわけですが、いや、とても気になりますね。訪れた2022年2月の時点では、この電化設備を撤去しますよみたいな感じの工事の案内は一切ありませんでした。喜多方駅には2022年のダイヤ改正以降、電車が走らなくなるということなんですけど、実はそれ以外に列車自体がそもそも走らなくなった路線、すなわち廃線もこの喜多方駅から伸びているのです。かつて喜多方と米沢を結ぶことを目標に、喜多方から厚塩を結んでいた日中線という路線がありました。日中線は1984年に廃線になっていて、喜多方駅付近の廃線跡は遊歩道として整備されています。この廃線跡をしばらく進むと、運行当時の日中線で使用されていたと思われる C11 型蒸気機関車が保存されていました。この場所は春になるとしだれ桜が咲き乱れるそうなので、暖かくなったらまたぜひ来てみたいものですね。今回電車が来なくなった会津若松から喜多方間をご紹介しましたが、会津若松で系統を分離するための寸断だというイメージが強いです。磐越西線の事例以外にも、今年のダイヤ改正は系統分離を強く推し進めた感の強いものになっていると個人的には感じています。例えば宇都宮線に新型車両 E131 系を導入することによって、宇都宮で系統を分離して E231 系の列車が宇都宮以北を走らなくなったっていうのもそうだし、相模線においても八王子乗り入れがなくなったため、橋本駅で系統が分離されています。おそらく系統を完全に分離した方が、車両の運用上の都合とか、あとは利用者にとっても分かりやすくなるため、相対的にいいことなんじゃないかなというふうには感じています。あと、電化路線よりも非電化路線の方が設備点検の手間が省けるっていうメリットもありますので、磐越西線のようにほとんどが電車が走らない区間っていうのは、今後順次、非電化路線になっていくっていうのも進むんじゃないかなっていう感じもしますよね。今は何でも合理化の時代にはなっておりますので、列車本数の少ない電化区間の今後が気になるところではあります。それではこの動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。